はい、整体院院長の浅井義明です。はい、今日は9月の21日で、ですね、今年もあと残り、今月も残りあと10日ぐらいですね。はい、で今日はですね、ちょっと趣向を変えてですね、この自分の内神様の神社でちょっと撮影をしてみたいなと思いまして、ちょっとこの場所をお借りして撮影させていただいております。はい、で、一応予定なんですが、今度9月の、スケジュール表を下見ていただければ、今のですね、予約状況を見れますので、どんどん予約を入れていただけたらなと思っておりますので、当日でも空いてればどんどん電話いただいて、今からできますかって、すぐできる状態であればすぐやらせていただきますので、ぜひ、ご予約の方お待ちしております。はい、であと9月の30日と、10月の1日ですね、9月の1日土曜日、これはですね、お昼過ぎ、おそらく3時ぐらいからちょっと南知多の方に行かなきゃいけない、と思いますので、はい、ですね、ちょっと今週の土日、日曜日は、帰って岡崎に帰ってくるのがおそらく、ですね、お昼過ぎぐらいには多分岡崎にいると思いますの で、 でその後ですね、お昼から夜にかけてずっと一日中ずっとやれますので、そのあたり日曜日、しか来れないという方はですね、日曜日にどんどん予約入れてください。午後からですね、あと土曜日しか来れない、もしくは土曜日前に来たいという方、土日の、前に来たいという方、今時間があるという方はですね、今日にでも明日でも明後日でも空いてるところを見ていただいて、どんどん予約を入れていただきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。ですね、まあ鉄のように硬いコリをこのようにふにゃふにゃにするという、まあそんなコンセプトでやっておりますが、まあ9年間まあお店やり始めてそれぐらい経つんですけども、結構時間、昔から来ていただいた方も、いますし、最近の新しい方もたくさんいらっしゃるんですが、ですね、足が遠のいちゃってですね、なかなか来れてないなという方もですね、お気軽にですね、全然もう適当に普通に連絡いただければすぐ施術させていただけますので、はい、いろんなとこ行ってるけどなかなかあんまり改善よくね、思ってる通りになってないという、そういう気持ちが少しでもありましたらですね、必ずですね、私がそこをですね、大きく、ですね、感じさせていただける施術が確実にできますので、信じていてください。よろしくお願いします。はい、またですね、10月の後半ですね、最終の、週ですね、おそらく、後半に東京出張行きますので、東京出張でですね、私の施術を受けてみたいなと思われている方は、ですね、ご予約、お問い合わせ、電話、等、LINE 等ですね、お問い合わせ、バンバンお待ちしております。Facebook も多いですから。はい、またですね、最近ですね、海外に行くんですが、英語は少し普通の方よりはちょっと喋れると思いますので、そういったところでですね、英語を学びたいという方も結構いるようだったので、私程度のレベルで英語で良ければですね、いつでも、なんて言うんでしょうね、施術とプラスアルファで、教えるってことは多分できると思いますので、興味がある方だけですね、そちらも、汲み取っていただけたらなと思いますので、はい。一応ですね、私はアメリカに3年いましたし、タイにも2年いたので、海外旅行はもうだいぶ、慣れたもんなので、そういった、日常会話とか、英語を使う部分では確かに問題はないと思いますので、その程度の英語でよければですね、教えることはできますということです。はい、ということでですね、一応今日は、あと12月の3日ですね、私の誕生日になりますが、こちら一応、ですね、土曜日だったか日曜日ですね、この日におそらく、フィリピン、マニラにもう一度、出張整体に行くよという形におりますので、ちょっとイベントが多いですが、その間、隙間隙間のですね、スケジュール表を見ていただいて、空いてるところにどんどん予約を入れていただいてですね、あと残り今年3ヶ月しかありませんが、今年ですね、体が一生懸命生きていけれるようにですね、ぜひですね、当院で、私に、ね、体をお任せいただいてですね、しっかりした施術の効果を、結果をですね、感じていただけるような施術をやっておりますので、お待ちの、肩こり、腰痛、首、肩こり、腰、足、腕、肘、脳、内臓ですね、接触部、足の裏、何とでもですね、対応しておりますので、お待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼いたします。